おはようございます。おはようございます。今日は朝早いですね。そうですね、まだ8時ですね。はい、こんなに早く今日はどういったお店に？今日はですね、朝ごはんを食べるんです。銀シャリのお店なんですけれども、はい、ちなみにここどこですか？ここはですね、堺なんですけども、阪海電車がこう通ってまして、はい、あ、今あそこに赤い、ね、そうですね、路面電車が走ってまして、でここがですね、寺地町という駅なんですけども、はいはい、その近くにあります。じゃあ、こんなに朝早くからもうオープンしてるんですか？まだちょっとね、オープン実は9時からなんですけども、はい、ちょっと今日特別にちょっとお願いして入らせてもらおうと思います。じゃあ準備のところちょっと見せてもらおうということで、はい、わかりました。じゃあ、はい、もう早速行きましょうか。はい、行ってきます。こちらですか？はい、こちらです。まだのれんも出てませんね。そうですね、ちょっとまだ開店前なんですけども、はい、これ何というお店ですか？これ下戸亭さんですね。あ、はい、早速じゃあ、はい、行きましょうか。はい、まだこれがもっとどんどん増えていってるんですけども、まだまだね。こう卵を焼いてあって、はい、卵も焼かれて、で、お味噌汁が回ってまして、でご飯ですよね。あれ、奥は何してるの？奥でまあご飯を。炊かれてるご飯を、はい、ご主人ちょっと見に行きましょうか。はい、はい、すいません、失礼します。お忙しいところ申し訳ありません。あ、おはよう。おはようございます。もう炊いてらっしゃるんですね。炊いてます。はい、これはガス釜なんですね。ガス釜、はい。1回に何どれぐらいの量を炊けるんですか？これですか？はい、現在は3升 4.5kg。 あ、はい、1回ね、それを1日にいくつぐらい炊くんですか？もう普段炊かないで、もう82歳ですから、どん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 減ってます。昔は16回と、寿司16。16ね。16回。もう飽きません。今日朝は何時からやってらっしゃるんですか？朝、私は4時ですよ。4時から。息子は1時、1時嫁さんが3時ですけど。これも付きっきりでやっぱりやらはるわけですね。そうなんですよ。細かい調節をこうやりながら。はい。こうね、釜をこう回したりもしてありましたもんね。ああ。やっぱ火加減をこうあるんですか？そうなんですよ。これがお米、はい、お米ですね。まあ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 、はい、ね。それは一升マスですか？これ一升マス、一升マスね。一升マスですよ。とお米はどこのお米ですか？これは今は宮城の笹錦。あ、笹錦。はい。馴染みないですか？笹錦とあんまり聞かないですか？うん、最近笹錦あんまり聞かないですよ、ね。そうですね。昔はね、笹錦とがね、あれだったんですよ。うん、ここで、ここ張るんですか？最初の水ね、こいつだけバーッと、うん、でなければぬか臭くない。はい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 、ぬか臭くない。はいはいはい、これからゴシゴシゴシです。ああ、ね、そうなんですね。まあいろいろ取り方の流儀があるらしいですけど、まあ私は私なりにね、こうして、そうですね、長年、なるほど。ほら、今はやっぱりね、この精米機は良くなってますからね、はい、昔みたいにゴシ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 、あの、こっちからもともとがね、なるほどなるほど、昔はやっぱりゴシゴシね、随分と、ええ、手慣れた手つきで、はい、ご主人はあれですか、お米、まあ、やってはって、料理とかは全然触らないんですか？米なもんですからね、うん、魚とか肉はいい。ああ、匂いがね。匂いが。ああ、なるほど、なるほど。だから、あんで、お金もいらない。綺麗な手でしちゃいますね。全然もいらない。いやいや。お店始めたのが、もう約50年ぐらい前です、ね。50年前です。ちょうどね。はもう50年間、ずっと研いでる、その手ですよね。よっ！結構重そう。ね。はい。あ、うわ、すごい。
わー、綺麗ですね。めっちゃいい匂いしてますね。うわー、最高ですね、これ。うわですね、あ、粘り艶香りですからね、日本のジャポニカ種はね、ジャポニカ種は、もちっとしてますね、美味しそう。ちょっと、はい、今出来たてのちょっと一口だけもらっていいですか。ちょっとあのおにぎりに、おにぎり入れてくれたら、ありがとうございます、ね、ここが一番美味しいんですよね、おにぎりが。あ、そうですか、そうですか、はい、あ、熱くないですか。ちょっと焦げてます。どうも。あ、ありがとうございます。いただきます。うわ、ちょっといただきます。炊きたてのご飯、おにぎり。どうですか。うまい。塩だけですけどね。最高です。これはちゃうんか、ご飯。美味しい。美味しいと思います。おにぎり。これはちょっとね、これは貴重品ですよ。貴重ですよ。こんなことしてもらえませんもんね。すみません皆さん、僕だけこんないいですよ。うまい。どうぞ。これちょっと食べてしまおうな。どうぞ。開店5分前です。そうですね、5分前ですね。はい。もう大体おかずも出揃ってきたみたいな感じですね。これすごいですね。お魚とこれなんでしょうね。カマかなって深いな。ね。それだけ当たり見ないな。これ下ビラメですよね。下ビラメとブリと鮭とサバですよね。お頭もありますね。ね、これ鮭のお頭ですよね。すごいな。煮物とか、あと、まあ、お豆腐とか。もう今のレモン出まして、オープンしました。9時で、ちょうどで。はい、9時オープン、はい。もう早速お客さんも入ってきてらっしゃるんで。僕もちょっと無くならないうちに美味しそうなトラッチもらったと思います。これいつもね、毎回めちゃ悩むんですよね。食べる量が決まってるからな。卵焼き鍋が始まりますよ。ちょっとまあ、おしおちょっと前やな。こんなもんでいいんですかね。あとご飯、はい、はい、すいません。ご飯と、はい、食いすぎかな。朝からちょっと食いすぎですからね。はい、ありがとう。シジミのおすすめ。あ、シジミいただきます。シジミですが、おすすめやそうなんで。持っていくから持たれへん。持たれへん。持っていくわ。はい、いただきます。どうぞ。じゃあ何かと思ったらご飯の方。ご飯ですね。はい、いただきます。ご飯。銀シャリ。これは。もうさっきからもうご飯だけパクパクいってますね。ちょっとね、止まんないんですこれ。ちょっとさ、おかずもね食べながら。うん。うん。これまた美味しい。タイタン。ちょっと今日皆さんいるちょっとなんか記憶れしております。これはブリですね。うん、ブリの照り焼き。
あれそれ、うん、フラットって良かったです。うまい。エビフライ。しじみ汁もうまいですよ。しじみ汁じゃ。もうご飯なくなってきちゃった。もう本当に開店したと同時にたくさんお客さんが来られてね。うん、満席ですもんね。卵焼きとか言ってたらとりあえず一杯目もちょっと空いちゃったんでおかわりおかわりしていいですか。どうぞどうぞ。おかわりお願いできますか。すみません。おかわりはね一杯100円なんですよね。ちょっと安いんですよね。はい、ありがとうございます。あ、また熱々のほうが来ました。あ、うまい。おかわり。その勢いだったら3杯4杯いけそうです。いっちゃいますね、これね。このね、お米がこうグビグビこう喉を通るとか体感で。うまいです。ああ、うまい。日本人に生まれてよかったです。おかわりをし続けていくとお茶碗がどんどん積まれていくわけですね。そういうことですよね。ちょっとやばいよ、3杯目いっちゃおうかな。え、3杯目いきますか。もう一杯いいですか。すみません、おかわり、すみません。なんでそんな小声ですか。恥ずかしいです。あ、すみません。3杯目ですね。3杯目3杯目、どや。もしあの、すみません、これ、はい、番組のね、こんな、はい、ステッカーがありまして、はい、ちょっとどっか、どや、お邪魔だなと。あとから座ってきます。いいですか。レコチンでも。いや、そうです。そうですね。どうやってあの M 入り、M 入り、どうやいや、今日はご飯いっぱい食べましたね。ご飯3杯とおにぎり1個食べましたので、お腹がはじけそうなんですけど、はい。この後は今日は今日はですね、ちょっと実はこの近くに、はい、堺名物のくるみ餅の美味しいお店がありまして。聞きますね、よく聞く、はい、あのくるみ餅のお店が、はい、そこでちょっとデザート食べて帰りたいと思います。わかりました。じゃあ、はい、今日はもう酔っ払ってないと思いますので、はいはい、気をつけてお帰りください、はい、ありがとうございます、はい、また次回も、はい、美味しいお店教えてください。